こんにちは。Amazon サポーター、堀秀ヒです。堀でシーズンには輸送が遅れます。まあ、EMS、早きゃ数日、まあ、大抵1週間で日本からオーストラリア届くんですけど、それがね、えー、全然届かないと、何やってんだろうと思うことが、まあよく起こります、まあ。たまに起こります、まあ。タイミングによるんですけどね、えー、まあ遅れるのは珍しいことじゃないです。 なぜそういうことになるのか、それに対しての解説ですこれ、ねえー。輸送の途中で誰かが休みを取ると荷物が滞るのがオーストラリア流。それと同ねオーストラリア人、えー。仕事に対する心構えが違います。誰かが休むなら仕事が大変になるから自分も休もうと。これふざけてるわけじゃなくてね、えー、日本だったらふざけんなと。 いう感想を持つ人多いと思うんですけど、まあ、割と、これ、オーストラリアだと多分、えー、一般的な考えでしょうね。えー、よくあります。まあ、こんな考えをするおうたくさんいます。まあ、そうかといってね、それほど休日って多くないんで、まあ、ビビることはないんですけど、まあ、ただね、えー、このニューイヤーズデー、まあ、元旦、それからね、クリスマスボクシングでこの、ね、年末年始の ホリデーシーズンというところはね、えー、学校も休みなんですね、実はね、えー。これオーストラリアのスクール、ホリデー、学校の休日ですけど、オーストラリア4学期あります。ね4月あ、4月で、えー、これ休みの、あれですね、4月の休み、7月の休み。これはそれぞれ2週間で短いんですけど、あと9月から10月の休み。そして、えー この12月の休みはね、なんと12月中旬から1月のね、末まで、まあ、ほとんどそんな感じですね、1ヶ月半もあると。この間ね、休暇を取って、まあ、どっか旅行行くとかね、家族でレクリエーションする人が多いんで、ここ、休んでる人多いです。 日本みたく、休んだ人のね、代わりに誰かが入るとかね、パートが休んだからね、店長が入るとか、そういうのね、オーストラリアではほぼ期待できません。休んだらね、それすっぱり止まっちゃうっていうのが割と多いです。そんなわけでね、信じらんないぐらい遅れることがあるというのがね、オーストラリア流なんで、まあね、どうしたんだ、どうしたんだと。まあ日本だとね、その、 誰か休みはバックアップ普通入るし、そんなみんなが忙しい時にね、みんな揃って休んじゃうっていうのもないんで、あんまり想像しにくいと思うんですけど、まあ、オーストラリアに住んでるね、私から言えばまあ、普通と、何やってんのというのが多々送るとかオーストラリアなんでね、数日で届く荷物が1ヶ月かかってるからといって、まあ別に心配することはないというかね、送れることが心配なんですけど、まあ、よくあることなんでね、待つしかないと。 いうのがね、現状です。まあ、待つしかないと言いつつね、原因とかね、こうなんですよっていうのはやっぱね、相談したいと思いますので、あれはね、稀に解決できるケースもありますので、まあ、ご相談、ご報告は気兼ねなくお寄せください。お待ちしてます。Amazon サポーター、堀秀夫でした。